うむ、なかなか可愛いではないか。阿久津もコロリと落ちてしまうかもしれんの。よし、いつになくキラキラしていたからである。なんなんじゃこのキラキラ具合は。どうしたんだ。授業中だぜ。間違いない。ほれほれ。鼻で笑いおった天使の我を。阿久津くん、ねえ、白村先生ってどこにいるか知らない？さっき職員室に行ったぜ。ありがとう。あ、天音ちゃんだ。かわいい。こんにちは。こんにちは。そうだ、天音。ポニーテやめちゃうのか。すごく似合ってたぜ。あ、危なかった。こうなったらやむを得ぬ。もう恨むことじゃな。貴様は我を怒らせた。怪我はないか。ごめんね。大丈夫じゃねえだろ。保健室行くぞ。手応えあったかもな。部下は今猛烈に頑張っています。つもり取ります。学校の保健に注射します。これは仕事であり。完璧な変装。大丈夫です、私口は固いですから。大事には至っておらぬ。そうか。あ、飲みたいのか。買ってくるわ。うん。今これって関節。そういうこと言うなよ。そうじゃ。まさか。ダメじゃ。諦めるわけにはいかぬのじゃ。天使として。ありがとう。おっ、やだ、こぼれちゃった。風邪ひくぜ。ちゃんと来てるよ。なんということじゃ。